こんにちは、速稼塾の久保です。ただいま広島に帰ってまいりました。私、恥ずかしながら帰ってまいりました。まあ、こんな格好で失礼します。まあ、このようにですね、しっかりと腕を固定して、脱臼がね、ひどくならないようにしてるんですけども、もうだいぶ楽になりましたね。脱臼ってのは別に骨が折れたわけでもないですし、なんかね、出血をたくさんするわけでもないですしね、まあ、筋が切れて、こう、なんですかね、筋が切れて、こう関節がね、外れたみたいな感じですよね。外れた関節が骨となって、こう、突き出したところもあったんですけど、だいぶ落ち着いてきてですね、これも私の波紋パワーかなと思いますけども、スタンダードノーディングでこうやってね、痛みは波紋で和らげろみたいなのがありますけども、まあそんな感じでございまして、すっかり落ち着きました。いやー、どじりましたね。それにしてもね、名古屋もそうですし、東京、関東、それから福島の方ですか、ものすごく交通麻痺が起きてきて、自然災害が起きた時にどういうふうに対処していくかっていうことが、またね、改めて問われるのかなというところもありますけども、やっぱね、慌てず騒がずうろたえずっていうところかなと思いましたね。で、こんな時でも私、名古屋駅でね、宿泊施設を探したら結構あるんですよ。あるんですけども、5000円前後のところとか3000円前後のところってのは軒並み埋まりますね。で、1万円から2万円のところってのは結構空いてるんで、まあそういうところをね、落ち着いて探せば、結構まだまだガラガラだったような気がします。緊急時っていうのは、あ、大丈夫ですよ、部屋さん。大丈夫です、大丈夫です。緊急時っていうのは、いろいろ慌てちゃうところもあるんですけども、どっしりと構えてね、こういう時こそ、別の楽しみ方をしようかなと思えば、いろんな活路が見えてくるのかなと思います。で、名古屋駅で、私、チケットのね、払い戻しを、まあ、しなさいというふうに、駅員さんに言われたんですけどもね。ただ私は、まあ、名古屋でやるんじゃなくて、別に福山駅でもね、いいですし、別に今日じゃなくても2、3日後でもいいかなと思ったんで、ほっといたんですよ。で、ほっといて、まあ、改札パパパッと通っていったら、なんかね、今日払い戻しをしたり現金化しないといけないと思ってる人がずらーっと並んでるんですよね。だから払い戻しの列すごくあるわけですけども、別に払い戻しは別の駅でもいいですしね、後日でもいいはずなんですけど、あれはどうしちゃったのかなというところと、あと新しくね、今日なんですけど、替えのチケットを取るときにまたチケット売り場にね、ブワーって並ぶんですよ。すごいなと思いましたね。あれ、まともに並んでたら2時間ぐらいかかると思うんですけども、まあ、私はネットで買いましたんで、その行列を見ながら、こうやってネットで、まあ、すぐですよ。だからね、なんか すごいもったいないというか、渋滞っていうんですかね、混雑はある意味JR はきちんとインフラを整えて混雑しないようにネットの配慮をしてくれてるのに、ユーザーが全然できていないところがあるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり一人一人事情を聞いたりね、一人一人払い戻し細かくやって、一人一人行き先とか事情、その細かいこうやってると、一人当たり5分とか10分過ぎちゃいますんで、その間に自分のチケット買えちゃうんですよ。だからね、災害時に慌てず騒がずうろたえず、そしてリアルで買うんではなくて、普段からネットで買うようにしたら、ものすごくね、ロスが減るんですよ。で、混雑も起きないと思うんですよね。で、ホテルの方もそうなんですよ。私はネットで予約するんですよ、その場で。昨日もだから名古屋駅出てからネットで予約しましたからね。でも、やっぱり窓口に行って受付で、今日部屋空いてませんかってやると、もうすごい行列なんですよ。まあ、災害時にね、普段やってるネットのスキルとかスマホのアプリとかをきちんと使ってると、まあ、災害時も悠々と、なんか予約できるんだな、使えるんだなと思っちゃいましたね。まあ、そういう風に余裕ぶっこいてると、まあ、油断してズテンと転んでね、こういう風な渋滞を晒すわけなんですけどね。まあ、すぐにね、救急車の方に来てもらって処置をして、それから今日すぐ手術できるかなと思ったら、まあそんなことはないですよね。私の地元の何ですかね、市民病院の方は、あれですよ、先生が外来とかでね、もうやってないということなんで、今度ね、明日も休みなんで、水曜日に改めて診察を受けて、それから手術をするなりなんなりということになると思います。ということなんで、ちょっとしばらくね、しばらく、まあでもやらないって言ったらあれだな、まあ速稼塾の放送はやります、やりますし、毎日の更新連絡も滞らないようにしていきます。こういう時でもきちんと凡事徹底するところを見せていかないと、あ、こういう時はやらないんだ久保さんでもってなっちゃいけないですからね。やったらどうみたいな感じでね、またエネルギーが出てきました。はい、こんな格好で失礼しましたけども、しばらくね、こういう風な
痛々しい姿ですけども、むちゃ元気です。皆さんご心配いただきましてありがとうございました。本当にたくさんの方がね、コメント書いてくださったり、メッセージくださったりとか、意外な方がね、連絡くださったり、あ、いつも見てくれてんだなというふうな感謝でいっぱいでございます。本当にありがとうございます。日本全国47都道府県、そして、世界14カ国、アメリカ9州、9個のね、州からメッセージが毎日毎日来てるというのはね、まあ毎日は来てないか、毎日は来てないけども、結構ね、皆さんからお寄せいただけるのは、本当に嬉しいなと思います。ですんでね、こういった怪我をした時だからこそ、皆さんの前に姿をさらして元気ですよっていうね、そんな姿を見せていこうかと思います。皆さんもね、怪我に気をつけて、病気に気をつけて、そして周りの人を大切に生きていきましょう。では失礼します。